滋賀県彦根市宗安寺にある木村重成首塚。大阪府大阪市北区中野島公園にある木村重成氷中碑。かつてこの地にあった豊か黒人社内に、第六代大阪府知事、西村捨て蔵によって建てられたが、後に、同神社が大阪城内へ移転した際、そのまま残された。木村重成は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将。 豊臣氏の家臣、治療三千国、木村茂るここの子と言われている。父と兄の高成は豊臣秀治に仕えていたため、秀治事件に連座して自害させられたが、除名された母の宮内教局は豊臣秀頼の乳母となり、茂成は幼少から秀頼の故障として仕えたと言われる。秀頼の信頼が厚く、元服すると豊臣家の重臣となり重要な会議などにも、 出席するようになる。慶長4年12月17日、豊臣生を与えられる。豊臣家と徳川家康との関係が険悪になると、王の春名が渡辺忠しらと共に海戦を主張し、片桐勝本を大阪城から追い出すのに一役買った。大阪冬の陣では、後藤元次と共に今福鳥りで攻防戦を展開し、 徳川軍と対等に戦い全国にその名を広げた。真田丸の戦いにも参加する。また、和議にあたっては、秀頼の聖子として、岡山で徳川秀忠の聖書を受け、その身体が、礼にかなっているのを称された。慶長20年5月、大阪夏の陣が勃発すると、豊臣軍の主力として、長宗我部森近と共に、矢を、若江方面に出陣し、 八尾方面には、長蘇壁森地下、和解方面には茂成が展開し、東道高虎、伊伊直隆の両軍と対峙した。東道軍の右翼を破った茂成は、散開していた兵を収集し、昼食を取らせると敵の来襲を待ち構えた。その後、敵陣へと突撃を開始するも、伊伊軍との戦闘の末に戦死した。伊家家臣の安藤茂勝に撃たれたとも、 い原朝らまさに撃たれたが朝さまさはその甲を重ュに譲ったとも言われる。首実験でその子球が家康に届けられると、頭髪に甲が焚き込めてあったので、その覚悟を簡単させたという逸話が残っている。その後、首は重ュが、密かに、彦根まで持ち帰り、安藤一族の菩提寺である宗安寺に埋めたとされ、同時委員には、木村重成の首塚がある。 大阪方所将の墓碑の混流は認められていなかったため、茂成の遺体は同じく和解の戦いで戦死した山口茂信の墓の隣に葬られ、目印として2本の松の木が植えられた。教法15年に茂信の,の墓を訪れた樹家の波川51は、墓碑もない茂成の扱われ方を憐れみ、疎願して墓を混流したという。51の混流した墓碑は現存していないが、 その後150期にあたる法歴14年に安藤家の子孫によって幕府公認の墓が建てられた。墓碑はその後移転し大阪府屋尾市幸町の公園にある。また、木村茂成に由来する地名として、東大阪市和歌江南町一丁目には和江木村2という交差点がある。なお、慶長20年1月7日に、 大倉京局の名の青柳を正室に迎え、矢を、若えの戦い前後に青柳と別れの逆を交わしたという。重なりの死後、妊娠していた青柳は、大御国の親族によってかくまわれ、男児を出産後に出家した。そして、重なりの一周期を終えると青柳は二十歳で自害したという。また、青柳の出産した男児は、ま淵家の婿養子となり、 馬淵チ玄財門と名乗ったと伝えられている。佐渡原藩主の島津忠しが藩内の自席や伝説等を先週させた旧字雑記に佐渡原八日町に茂成の誕生の地があると記されている。茂成が大阪にあった理由は、茂成の母がお伊勢参りの途中、大阪の宿に宿泊中であった際に、ちょうど豊臣家の家臣が秀頼の乳母を探しており、 旅人まで物色していた最中に重成なりの母が目に留まり、秀頼の乳母になったためという。また、八日町の皇神神社の皇神様演技にも、武州、東禅寺海山邸州和尚、仏日山台三寺一堂和尚、日本武将、豊臣秀頼の乳兄弟、木村長と守重成なりの三名は、八日、長生丸、寺前一番屋敷の三で有名な屋敷とあった。 付近では、この一番地を木村屋敷と呼び、昭和31年5月には、その場所に重成の等身大の石像が建てられ、現存している。徳川氏の家臣、山口重信は、矢を和解の戦いにおいて、木村重成と戦い戦死したが、重成の子孫の一つは、牛久藩山口家に飯抱えられ小川政に、改正したと主張している。 この事実は、牛久藩側の資料からは証明できない上、資料学的に耐えうる小川家文書も現存していない、ため、伝承、伝説の範囲に止まる。なお、牛久藩の文言帳などによると、小川氏は五十国級の家臣であったと言われる。また、与田藩主、牧野氏に召し抱えられた村井氏は、重成の弟の平米重森が村井に改正したと主張しているが、 この事実は、与板藩側の資料からは証明できない上、資料学的に耐えうる村池文書も現存していないため、やはり伝承、伝説の範囲に止まる。この村井氏は、江戸時代初期に、与板藩において、軽禄八十国で仕えていたことが確認できるほか、藩主牧の氏が、小室藩へ違法後に、用人職にしばしば、そして天保期の抜擢があろうとして見ることができる。 牧野市に仕えた時期は不明で、史料学的所見は、牧野安指導文言帳となるが、これより、以前の牧野宗家の文言帳、お引っ越し、五人数帳には、村井姓は見られない。小室藩氏村井氏松江が、昭和50年に、家主と称して、自らの家系家柄に関する秘文を、長野県小室市古城二丁目南川林地、混流している。 小室藩氏村井氏に関しては、公的機関に一時資料が豊富に残っている江戸時代中期以降に限って、家主なる秘文の内容と、それとを比較、検証してみると、両者の内容が著しく相違していることがわかる。内氏に書かれた近世の比較的新しい時代の村井氏の伝承ですら、公的機関に残る一時資料と相違が大きい中で、 それ以前の内容に信憑性が果たしてあるのか、ないのかが、問題となる。茂成の重帝の木村八兵衛名は、大阪城落城後、武蔵国大門村に来て、すでに同地に機能していた御北上氏維新、相打劇の娘婿になり、息子の相田敏明から代々日光、同成街道大門宿本陣及び同宿名主、紀州徳川や高場、鳥宮役を務めた。 埼玉市緑区大門にある徳川家の日光社さんのために元禄七年に建設された大門宿本陣表門は昭和四十一年に埼玉県指定史跡に指定され現在でも引き続き愛だけが所有している。茂成の死から二百年以上経った文政十一年に茂成の墓に参拝するブームが突如として発生し大阪町奉行が鎮静化に乗り出す騒ぎとなった。 大阪の市政の人々は、茂成の墓を、残念糞、茂成を、残念様と呼び、願をかけると、願いが叶う神として親しんだ。大阪府屋尾市には1764年の茂成150回帰に、当たり、茂成を討ち取った、安藤長三郎の子孫の彦根藩士、安藤継輝が建てた墓碑がある。元は50メートルほど東の地点にあったが、1967年、 第二寝屋川の改作工事により、現在地に移転した。茂成の墓碑の右側には近藤高所の石碑がある。なお、当初並んで建っていた山口茂信の墓は、若江南墓地内にあり温地川を挟んだ少し離れた場所にある。ありが